呪術廻戦ね、ちょっと見ないとね、そろそろ私その流行ってるやつを見てなくて、ずっと。そうよ、昔は結構だからお兄ちゃんと一緒に日曜日の朝起きて録画してるアニメを見るみたいなのが多かったし、なんかナルトとかワンピースとかドラゴンボールとか、なんだっけ、メジャーとか見てましたよ、昔。懐かしい。少年漫画多かったね、だから。あの七つの大罪も見ましたよ。面白いですよね、あれも。でもそう、なんか女の子の少女漫画とかは全然昔読まなかったですね。